この焼き目がめちゃめちゃ美味しいんですよ。はい、どうもキッチンドランカーおじさんです。はい、ということでですね、違いましたね、料理のお兄さんリュウジでした。最近僕の編集した動画を最後チェックしてるんですけども、完全におっさんですよね言ってることがね。ということでですね、今回はですね、まあ僕ね、まだ全然飲んでないんですけども、1本目なので、ね、で1本目に来るのはやっぱりね、至高シリーズですね。至高のジャーマンポテト。ジャーマンポテトものすごい好きなんですよ。で、昔からものすごいバリエーションのジャーマンポテトを作ってきたんですけど、僕が一番王道で美味しいと思っているジャーマンポテト、これを今回は作ろうと思います。なんかいろいろあるんですけど、ウスターソース味、浅草のね、神山だとね、ウスターソース味のジャーマンポテト出したりとか、いろいろ味付けあるんですけども、今回はですね、王道の塩コショウで作る、ジャーマンポテト、これをですね作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず材料説明いきます。じゃがいも2個、これねよーくたわしで洗ってあります。皮付きでやってください。なぜ皮付きかというと、 皮もですね栄養があるし、皮にですねちょっとねじゃがいもの土臭さがあるんですね。これがジャーマンポテトすごく重要になるので、ぜひ皮付きで作ってみてください。あと玉ねぎ4分の1で 60g 使います。で、ここがベーコン使います。はい、ニンニクが2かけ結構ね入れます。僕ニンニク大好きや、ニンニクジャンキーなのでね。はい、じゃあですね、まずですね儀式を行いたいと思います。何の儀式か、もう雨乞いみたいなものですね。はい、降りてこいっていうね、はい、もうこれがないと始まんないっていう、はい、通過儀礼でございます。あー、セーフ。はい、ということですね、お野菜から切っていきましょうか。じゃがいもです。じゃがいもなんですけども、まあこれいろいろな切り方があると思うんですが、だいたい1センチ、1、2センチの幅ですかね、で切っておきます。はい、まあ、1.5センチぐらいかな、1センチか 1.5センチ、うん、こんぐらい。少々厚切りの方が、芋食ってる感がね、あ、ポテト食ってる、あ、ジャーマン食ってるみたいな感じがあるのでいいと思います。はい、玉ねぎもですね、なるべくね厚切り、じゃがいもぐらいの厚さがいいと思います。じゃがいも、じゃがいもぐらいの厚さで、いこう今回は。はい、で、ベーコンも切っていきます。こんな感じでね、僕はねブロックベーコン使うんですけども、できればねブロックベーコンがいいです。これはちょっと、ね、食べてる感があるのでね、はい、拍子切りにしていきます。あんまりね細かくしちゃうとベーコンがねものすごく硬くなっちゃうんですよね。あとニンニクです。ニンニク今回ねちょっと芯がないので、こんな感じで切っていっちゃいましょうかね。本当に今回、まあ粗めにみじんにしていきます。これ全部切り終わりました。まずこれちょっと僕のジャーマンポテトのやり方なんですけども、じゃがいもねチンするんですよ、レンチン。そうすることによって生焼けを防ぐんですね。あとはね、レカまで火を落としておくことによって強火で調理できます。なのでこいつをですね、ラップしね、大体3分、でも3分待ってる間にですね準備しておきましょうか。はい、じゃあですね、フライパン火にかけます。で、大体ねオリーブオイル小さじ2ぐらい引きます。で、ここで、まず最初にベーコン炒めていきます。で、ここはね大体ね弱めの中火ぐらいで炒めて、じっくり炒めていきます。もう軽く表面に焦げ目がつくぐらいで大丈夫です。で、こうしたらベーコンを端に寄せていきます。これです、3分チンしたの。で、できるだけ表面を焼き付けたいので、これ剥がしてもらってですね、表面を、ね、焼き付けていきます。じゃがいもに焦げ目をつけていきます。そうするとじゃがいもがものすごく香ばしくなって美味しいので、いい感じにですね、並べ終えたら、この上にね玉ねぎを加えていきます。ここで中火ぐらいにしてじゃがいもを焼く感じです。焼き目をつけていく感じですね。焼き目をつけていくと、いい感じにじゃがいもに焼き目をつけて、この焼き目がめちゃめちゃ美味しいんですよ。一回ひっくり返して混ぜていくときに、ここからですね、まずコンソメ小さじ1強、1よりちょっと山盛り、こいつを、加えていきます。
ジャーマンポテトにはね、これが一番合います。あのバターです。バター。ここ入れていきます。バター。ごめんなさい。ここら辺に入れてください。で、この油だまりができるので、ここにですね、先ほど切ったニンニクを入れていきます。で、香りを出していきます。ベーコンもカリカリに、で、ジャガイモもカリッと焼いてるので、最初にニンニクを入れると焦げちゃうので、ニンニク後から入れます。で、本当にすぐ火が通ってくるので、そしたら大きく混ぜます。そしたら最後に黒胡椒を少し、結構ガッツリかけてみます。どうですか？うまそうでしょ、これ。ここら辺の。全体焦がさないように、そんな強火じゃなくていいです。中火ぐらい。で、ニンニクもこのぐらいになるといいきつね色になってくるんですよ。いいきつね色。で、こうなったら仕上げに酒です。で、このジャーマンポテト酒入れるんです。これで、この焦げとかを全部ソースに変えていくんですよ。でね、もうちょい入れるか。大さじ1半ぐらいですね。これが至高のジャーマンポテトです。はい。ちょっと味を見て、少し寄るくらい。これお好みです。なんか結構ちゃんと作ったんですよ。鉄板に移します。いい感じで。で、追い胡椒。胡椒はね、もうね、思ってるね、3倍。めっちゃこの香り重要なんだよ。上にちょっとパセリかけると、ちょっとお店っぽくなるんでね、はい、なければないでいいです。はい、じゃあこちらで至高のジャーマンポテト完成でございます。はい、ではできましたので早速食べていただきたいといただこうと思います。今日はジャーマンポテトですから、ジャーマンな飲み物ですね。いいですね。ちょい泡が主張してますけども、おお、いいじゃないいいじゃない、ほらほらほら、どうですか皆さん、いただきます。もうお膳立ては完璧ですよこれね。じゃあいただきましょう。完璧です。これね、ビール5杯はいけますよ、これ。うんうん、いや、マジたまんないですよ、これ。ほんとに美味しい。やっぱりね、よく焼き付けてあるので香ばしさが全然違いますね。ベーコンもね、もうカリッとさせすぎずで、ね、そこにね、玉ねぎの甘みが加わってね、非常に美味しい。うん、コンソメですね。じゃがいもってね、お肉とすごく相性がいいんですよ。なので、やっぱりそのお肉の旨味が凝縮されてコンソメを使うことによって非常にね、味が良くなってます。ビールがやばい。まだいけますよ、僕は。まあ、皆さんどちらかというとこっちの方が欲しくなってるんじゃないですか。結構ね、雰囲気出ますこれ。かー、でもうまい、これ。で、あと味変です。これ、こいつと合わそう。まあ、粒マスタードね、これはもう 100% ですよ。大胆に持ってあげて、これつけて、いや絶対うまいでしょ。ベーコンと玉ねぎとこれつけたジャーマンポテト、うん、あー、おまわりさん、ビール泥棒はこいつです。で、タバスコ、これもね、合うんですよ。辛みね、合うんでね。まあ、粒マスタード非常におすすめなんですけども、タバスコも合います。うん、タバスコも合う。やつはとんでもないものを盗んでいきました。僕のビールです。じゃがいもも一回ね、レンジで火を通してるんで、あれだけさっと炒めただけなのにホクホクでございます。非常に美味しい至高のジャーマンポテト。バターの風味も黒胡椒も全部ね、決めてなっております。本当にもうマジうまいんで、ぜひ皆さん試してみてください。はい、ではですね、今日の料理
美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。